エルマントルド・ドルレアンは、西フランク・オーシャルル2世の最初の日。オルレアン・ハクウードとその妻で、パリ・ハク、ルタール1世の娘であるアンジェル・トルド・ド・フェザン・サックの間の娘。ピッピン1世、カール・マルテル、そして最後のランゴバルドをデジデリウスの血を引く。エルマントルドは、ウダルリヒング家と親族関係にあるゲロルゾネン家に属していた。 842年12月13日、または14日、キージーの王城において、シャルル特等王と結婚した。866年、弟のギオームが、義兄シャルル王に対する反逆罪に問われて軽死した。翌867年、エルマントルドは、夫の元を去って、バランシエンヌ郊外のアスノン修道院に入った。その2年後に亡くなり、 サンドに大聖堂に埋葬された。シャルル・トクト王は、翌870年、リシルド・ド・プロヴァンスと再婚している。シャルル・トクト王との間に9人の史上を設けた。シャルマーニュ1、ありがとうございます。